ユニテ・ダビタシオンは建築家ル・コルビュージエが設計した一連の集合住宅。ユナイト・ディ・ーハビテーションはフランス語で住居の統一体と住居の谷の二重の意味を有する。フランスではサイト・ラジエウセの名でも知られ、日本ではユニテとも略される。マルセイユのユニテ・ダビタシオンは世界遺産。 コルビュジエの建築作品近代建築運動への顕著な貢献マイナスの構成資産となっている。輝く都市に代表されるルコルビュジエの都市計画案を集合住宅として垂直方向に実現したとも言える建築作品である。1階はピロティとされるとともに屋上には屋上庭園が設けられている。全体はモデュロールに基づいて設計されており、 側面の開口には、ブリーズソレイユが設けられ、日差しを調整している。工業化、企画化が施行され、鉄筋コンクリートの骨組みに、プレハブ化された重工をはめ込む構造が採用されている。マルセイユのユニテ・ダビタシオン、ユニテ・ダビタシオンのうちで、最も有名なものは、最初に建設された、フランスのマルセイユにあるユニテ・ダビタシオンである。単に、 ユニテ・ダビタシオンといった場合には、マルセイユのユニテ・ダビタシオンを指すこともある。8階建て、全337個で、最大約1600人が暮らすことができる巨大な集合住宅で、1人向けから4人向けまでの23タイプの多様なユニットが、立体的に組み合わされている。10個はメゾネットで、エレベーターは3階ごとに停止する。中間階の7階。 八階及び屋上には共用施設が設けられている。七階、八階には店舗や郵便局等があり、屋上には保育園、体育館、プール等がある。1961年には三階、四階部分の当時空室だった住居を利用してホテルが開業しており、現在でも一般客が宿泊することができる。三階には 店舗やレストランがあり誰でも利用することができる。また、山陽会と屋上テラスはエントランスの受付で名前を記入すれば誰でも見学が可能。ピロティはマッシブな造形で、プレキャストコンクリートを多用した打ち放しコンクリートの仕上げも荒々しく、ブルータリズムの傾向が伺える。ベルリンのユニテ・ダビタ・シオン・マル・セイユに続いて、ルゼ・ブリエアンフォーレ、ベルリン。 フィルミニの4箇所にユニテ・ダビタシオンが建設された。また、実現はしなかったものの、他にも多くのユニテ・ダビタシオンが計画された。しかし、規模、都市計画的意義、モデュロールの厳格な適用などの点で、マルセイユのユニテ・ダビタシオンが最も高く評価されており、その知名度も多を圧倒している。東京都中央区晴海に、かつて存在した晴海高層アパートは、 ルコルビュージエのもとで学んだ前川国夫による設計。ユニテダビタシオンを強く意識した設計が各所に取り入れられていた。また、広島市に存在する広島市中央公園市営元町高層アパートについても影響が見られている。ありがとうございます。